おはようございます。4連休最終日、朝の散歩に来ました。ちょっと見ていきましょう。改めまして、リーさんです。4連休の人はね、最終日ちょっと悲しい、俺も悲しいでもだいぶゆっくり休みましたね。ゲームをやることないから、一休みの中ね、まったりと。今日ね、本当に魔法止め的に久しぶりに朝散歩したんだけど、やっぱりオーラまだ慣れないねだから黄色は昔の中っぽいわけでしょ。昔オーラ立ってなかったやつで。で、オレンジが、昔黄色が立ってたやつ。だから、FG 本が2冊のやつだよね。大体。で、赤が、まあ、昔のちょっとレアっぽい、昔のオレンジとか、まあ、赤ってわけですよね。だからちょっとやっぱり赤オーラで、さっきさ、ホグデンの赤で、ダンブルドア先生をこう身構えたんだけどさ、やっぱりそこでこうグレッグとかが出るとなんかこうガクってくるねホグデンのダンブルドア先生がグレッグだとちょっとガクッと、まあそのうち慣れるんでしょうねいかがですか皆さん。まあ、ただね、メリットとしては確かに満眼鏡がオーラ立ってるじゃない、黄色オーラ立ってたりするから、ちょっとね、まだ俺出会ってないんだけど、今ね、まだ欲しい、ゲースポのね、どこだ？ここか。ここのさ、こいつ、後ずさり男がさ、これが、オーラが立つんでしょ？黄色オーラが立つはずだよね。だから、わかりやすいよね。全然合わないんだけどさ。俺、グリッチがオレンジオーラになったもんね。まあまあ、そういう意味で、まあ、私的には、今、ゲースポのその、後ずさり男が欲しいから、まあ、それはいいかな。まあ、で、あと、割と華やかになったね。会場が。まあ、こう、ゲーム、こう、やりたての人には、こう、結構景気が良くていいかもしれないね。あ、後ろはね、食事公園の、松の風公園系のグラウンドね。いつもはあっち側で、芝生の上で撮ってたところです。今日はね、ベンチに今、ベンチにカメラを置いて、コンクリートの地べたに座ってます。はい。で、まあ今日は何もないんですよ。昨日いろいろと長々とやったんですけど、まあ、多分わかんないでしょ。ごめんね。まあ自分で準備して。俺ももう適当だから。ね、一応ね、こんな感じで、準備するために歩いてました。五行で、これ今の、あ、当たり前だよね。今の、その、役物ね。今のポート機、全部刺したから、まあ、多分、今日というか、夜中の朝3時までには、まあ、靴になるじゃない？で、その後、この空の5つに、ジニーさんのポートキーを5つ入れて、まあ、頑張って歩くと。で、それでポートキーは、4分の4かな？いいんだよね。4分の4まで、開けない。取っとく。ね。そうして、爆発。もうこれだけで、500XP 行ってほしいんだけどさ、行かないかな。それと、イベント系は、まあ、昨日とそんな変わってないね。もう、昨日ね、間違えてやっぱ一周しちゃったのかな。まあ、グラフも、ほぼマックスで、あまり足しにはならないけど、二つピカピカにしてあって、で、ベールは、その、グラフギリギリまで、やったら、もうこれ以上やるとほら、ひっくり返っちゃうから、まあ、あと1個だけ出るでしょ、1個ぐらいね。だから一応 XP これで多分10ぐらいあるんじゃない10ね、10と、あと、グラフをいっぱいにしてあるから、
あの、すぐ石がもらえるっていうね。石が1個は、あの、もらえるっていう形で、どうでしょうか。こんな感じ、じゃない？あ、あとあれだ。薬のやつね、薬。薬ね。みんな、あれ、これ見て見て見て。あの、普通のね、強化薬1本。まず1本ね、できるようにしておいて。で、これだとまださ、あの、多分3時まで持たないじゃない？だから、まあ、もうちょっとやって、朝の3時以降に、あれ？調合だからダメだよね。薬になっちゃいけないんだよね、多分ね。だから、まあ、うまく調合のタイミング合うように、もうちょっとしたらもう一本。で、一応ね、あの、まあまあ、あの、おかげさまでハニーウォーターも揃いましたんで、はい。あの、なんだっけ、このクリッチじゃなくて、ラビッチ？ラビッチはさ、ラビッチ拾うのに、あの、難しいね、これね。さ、この、花ハッカーと、あとさ、苦いよもぎ。これ。あ、これ花ハッカーか。苦いよもぎどこだっけ？あれ？苦いよもぎどこ？あ、これだ。あ、治療薬だ、両方とも。このさ、苦いよもぎとさ、見分けつかない、マップ上で。ね。はい。てな感じで、朝3時を迎えて、まあ、ちょっと、まあ、3時からはね、仕事も多分あるんで、3時からはスタートできないんですけど、まあ、朝方からスタートして、まあ、サクッと終わらせたいと。で、休みたいなと思います。今朝はね、まあ、夜中に起きたんですけど、そっからちょっとチャカチャカと自分の仕事をしたんですけどね。まあ、東京、もうめっちゃ寒かったですよ。家の窓開けて最初寝てたらもう寒くて、もう閉めたし、タオルケットだけじゃ寒かった。で、起きてからも、もうこのパーカーね、パーカー着ないと、仕事できない。パソコンのさ、熱気も含めて、扇風機もいらない感じで。本当に、今も日陰はもう最高っす。いや、やっぱりね、この9月の終わりから、やっぱり10月、まあ、あれなんですよね、冬はね、意外と、12月いっぱいまでは暖かいんですよね。まあ、東京地方ですけど、北国はダメですけど、12月までは大丈夫で、まあ、1月も徐々にいいんですけど、やっぱり、ね、2月からだからね、寒さはね。だそれまで、少なくとも年内ね、コロナとかが落ち着いたら、室内でのイベントは難しいけどね、なんか屋外で何かやりたいななんていう、まあそんなことを考えるいい機会になってきたんで、まあ、今回のね、連続禁止のね、イベントは皆さんも回りやすいんじゃないでしょうか。私も回りやすいです。まあサクッとね、まあ、もしくはもう本当に1週間ゆっくりやって、その間にきっとね、10月のイベントの告知もね、ほら、盛りだくさんだろうから、あると思うんで、私はもうここサクッと終わらして、イベントのお知らせが出たらまたお知らせしたいと思いますんで、もしよかったらまた遊びに来てください。それじゃあ今日は朝の3時のね、準備のための散歩のご紹介でございました。そうだ、思ったのはね、万眼鏡さ、まあ、もう皆さんちゃんとやってると思うんだけど、まだの人、まあ、今日の3時までじゃない？ラストスパートさ、まあ、できるとこまでしといた方がいいっすよ。やっぱりキーローラー立って見やすいしさ、かつ、キーローラーを確かめてから、万眼鏡だったら、痕跡呪文かければ、例えばそれがコピーされなくても、痕跡呪文かけるだけで、かける2になるから、2個ずつは確実に取れるんですよ。だから、そこ、まあ、あともうちょっとであれだっていう人は、なんかま、1時間でもね、時間取って、頑張ってみれば、まあ、歩いてみればね、割と、キーローラ立つし、印象ね、今もう、私全然いらないんで、ピンク薬飲んでなかったんですけど、朝ヒュって散歩してみたら、割と出るんですよ。なんだっけ。
不可思議なキーローラで、どうしてもあのなんだっけ、あのすごい派手なダンブルドアのなんだったっけ、ダンブルドア先生のかな、あの飾り棚、あとまあどっちかっていう感じで出るんだけどさ、でも漫画鏡も出るから、マナの人はまあなんとかね今日夜中の3時まで時間作って、痕跡呪文、そのかけるにうまくするとさ、コピーされると4つ取れるわけですよ。で、まあ、2個の場合もあるけど4つ。ピンク薬飲んじゃうとコピーされないのかな。だから、まあ、微妙だよね、難しいとこだよね。コピー、あのピンク薬飲んだ方が出るかもしんないし、でもそうするとコピーされないから2になるしピンク薬飲まないと出ないかもしんないけど、出てくれてかければ4になるし、難しいところだね。うん、まあまあまあ、その辺ちょっと、まあどっちにしても倍だから、で、まあ出るし、追い込んでみてください。諦めずに、最後の3時まで頑張ってみてください。あと下準備はね、昨日の動画もしくは、今、朝一にね、こう説明したところを見てもらえれば、まあ、もしかしたら役立つ。もしかしたら何の意味もないっていう。私も開けてみてどうなるかっていう。はい。そんな感じです。じゃあ、もしよかったらまた遊びに来てください。今朝は、朝活のご報告でした。それじゃあね。まあ、報道名と関係ないおまけなんですけど、ちょっと画角変わっちゃったかもしれないんですけど、朝活やって、ちょっとね、昨日の写真を、急ぎ今日の朝に、まあ、簡易でいいから渡したいプリントがあって、セブンイレブン行ってきたんですよ、ネットプリントで。そしたら、その、ネットプリントのコピー機の上に、もうキャッシュカードがさ、まあ、多分誰かが拾ったのを、こう、置いてあったと思うんだよね。うん、三井住友の、デビットもついて、まだ全然、有効期限もね、全然長いやつ。うん、もちろん名前も入ってんじゃん、キャッシュカードね。拾ったから、まあ、セブンイレブンだったから、まあ、店員さんにもう渡しちゃおうかなって、警察行くとさ、時間かかるから、すぐ近く、石神井警察のところね。石神井警察のすぐ近くのセブンイレブンだったんだけど、時間かかるじゃん。まあ、でも、ホトクワゲンも行かなかったんで、ちゃんとしたキャッシュカードだったから、店員さん渡そうとしたんだけど、ま、ちょっとね、セブンイレブンさんじゃ、ま、コンビニの店員さんちょっと、なんか、あれじゃん。心配だったから、やっぱ、自分がなんかキャッシュカードなくしたと思ったら、まあ、ちょっといろいろと手続きも面倒だからね。まあ、まあ、届けなきゃなって、まあ、財布と同じぐらいのレベルだなと思って届けなきゃと思ったんだけど、警察時間かかるのわかるからさ、もうどうしようかと思ったけど行ったんだけどさ、そしたら案の定、40分かかって40分。キャッシュカードを。キャッシュカードを届けて、もう全然権利なんかいらねえよ、つって、もうほんと置いとくだけで勘弁してください、つって、もう全然それでいいですから、つっても、まあ、それ、40分ですよ。自分が落とした時のことを考えるとね、ってもう思って、もうそこでこうずっといましたけど、なんか後ろでもう酔っ払いが、なんか揉めてるしさ、怖いからもうマスクしてさ、もうなんかすげえ荒れまくってたんだけど、その中で40分こうやってやって。微妙だよね。だから思ったのは、もちろん自分もそうだけど、皆さんもやっぱりね、落とし物はしないようにね、落とし物届けるだけでやっぱ大変なのよ。だからね、やっぱ一回それを思っちゃうとね、届けたくなくなっちゃうんね。でも、まあやっぱりさ、自分が落とした時のことを考えて、もうやるしかないよね。もう本当そこだけだよね。って思った今日。その届けで40分足止めされて。なんとか10分、まあ、10分でも長いと思うのは俺別に置いてさ、なんだかんだって言ってさ、はいって言って、で、あとは落とし
主がこうね言ってくるかどうかで、しかもだって誰のかは分かるんだよ、ネームがあってさ、分かんだからさっていう、そのまあまあなんとかならないかな、そこ。もちろん、なんていうのさ、謝礼が欲しいとかさ、なんとか、そういう人はさ、もちろん、それは積極的だから、それは残るじゃん、別に時間かかってもいいじゃん。いいんですよ、ただ、まず届け出ましたで、一番安心な警察署に届けてたんですっていうさ、そういうことなんだけど、だからもう何もいらないんで、3秒で受け取ってくださいと。で、一応セブンイレブンで拾いましたとかって言ってさ、でもあとは向こうがこう書いときゃいいじゃん、みたいな感じもしたんだけど、自分の住所も自分で書けないのよ警察官が書くな、めんどくさいじゃん言うのとかで、向こうも書くのがさ遅かったしさ、書きましょうかって言ったら、いやすいません警察官が書くことになってますっていうおまけが長いんだけどさ、なんかちょっと、うん、だから、はい、結論、落とし物はしない。